Hi everyone, my name is Yume Suzuki, Miss Sake Yamaguchi 2022. 皆様こんにちは。2022 Miss Sake Yamaguchi 鈴木ゆめと申します。一杯の日本酒の誕生。これは生命の誕生のように、たくさんの人々の思いが詰められています。その事実を知ったとき、私は日本酒の味だけではないその奥深さに魅了されました。私は現在助産師として働いており、日々生命の誕生に携わっております。新しい命が宿ってからこの世に生まれるまで、そしてその後の子育てまで、受け継がれる命のバトンの隣で共にサポートできるこの仕事を天職だと思っております。そんな私がなぜ日本酒に惹かれ、ミスサケに応募したのでしょうか。それは日本酒の誕生も生命の誕生と同じように長い歴史を受け継ぎ、たくさんの人々の夢や希望を詰めて未来へとつながっていることを知ったからです。私の日本酒との出会いはここ山口県です。大学進学を機に山口県へ訪れた私はここで二十歳を迎え、日本酒愛あふれる先輩方に山口県の美味しい地酒を教えていただきました。美味しい地酒を飲みながら教えていただいたことは、この一杯の日本酒が作られるのにどんな歴史があったか、どんな思いが込められているかということです。日本酒の消費量は1973年をピークに右肩下がりで、廃業する酒蔵も多くありました。そんな中で試行錯誤しながら日本酒作りを守っていく人々、より良いものを未来へつなげるために新しい挑戦を恐れない人々の話を聞き、日本酒への愛がさらに深まりました。山口県の日本酒の取り組みでは、幕末の若き志士の後を追い、山口地酒維新のイベントを通し、日本で唯一10年連続出荷量増加を達成したこともあります。わー。しかし新型コロナウイルスの影響で全国的に出荷量が減り、再び荒波を乗り越えなければいけない時代となりました。2022年、私はきっと皆が前を向いて歩みを進める時代だと思っております。長い歴史を受け継ぎ、たくさんの人々の夢や希望を詰めた日本酒、そんな誇り高き国酒を持つ日本の未来は輝きに満ち溢れています。お酒に強い恵まれた体質を生かし、存分に日本酒、日本文化の魅力を世界へと発信してまいります。 The future of Japan is bright because Japan's national liquor is proud sake. I will spread the beauties of Japanese cultures and sake to the world. 最後になりますが、こうして2022ミスサケ山口として活動できますことは、ひとえに支えてくださった皆様のおかげです。数多くの素晴らしい出会いを運んでくれた山口県、ここまで温かく応援してくださった皆様には厚く御礼申し上げます。ミスサケチャンネルでは、全国のミスサケが日本酒や日本文化を分かりやすく楽しく紹介しております。私たちの活動にご賛同いただける方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画で See you next time!